はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日はですね、こちら9号地に来ました。前回動画でですね、ナメクジの被害に遭っている、オクラの畑ですね。こちらですね、前回動画で薬とかを使わずに残ったね、余った人参を使ってナメクジをね、予防しようということで、結果ね、ちょっと気になってる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。あ、なんとか、あ、これ雑草ですね。なんとか、なんとか、うん、なんとかありますね。ちょっと雑草も生えてますが、ここの畝はもともとね、ちょっと被害に遭ってたんですが、こちらの畝、この辺はポツポツとなんとか生きてます。いい感じですね。もう本番も出てきてます。そしてそしてこの辺からですね、被害に遭わずになんとか乗り切ってるオクラたちがいらっしゃいます。あ、いい感じです。あ、いい感じですね。こちらの方もちょっとうねまの草が気になりますが、この辺ね、近々明日のバイトが終わって夜勤明けでね、ちょっと収穫体験じゃないで野菜のセットの出荷日なので、それが終わり次第ね、ちょっと管理機もかけに来ようかなと思います。あ、いい感じですね、この辺で。ちょっと発芽が良くなかったんでね、種を巻き直したとこ、そちらもね、だいぶ出てきたようです。うん、出てきてますね。この畑はですね、イノシシも出る畑だそうで、今のところね、イノシシの被害もなさそうですね。いい感じです。で、穴がね、今開いてて結果分になってるところはですね、育苗中のオクラがありますので、それを刺し苗としてね、使ってやっていこうと思っております。まあ、とにかくちょっとね、ナメクジ被害がこうひどくてちょっとね、びっくりしたんですが、なんとかね、この人参たちのおかげで助かりました。お、だいぶしなしなになってますね。ナメクジの効果はあったんでしょうか。ここら辺はね、オクラ被害がなかったので、多分そんなにはここら辺は人参効果がないと思うんですが、この辺はどうかな。あ、ナメクジいいとこにいらっしゃいました。すいません、ちょっとマルチ張って、手がね、張りまくってね、手がよく汚いんですが、申し訳ないんですが。あ、これいい動画撮れました。いいタイミングで、ナメクジさんがいらっしゃいましたね。ありがとうございます。ちょっとね、被害に あってイラッと来るんですが、僕はね、YouTube をしてますので、こういったね、とこが見れるのは、ナメクジには感謝ですね。あ、よかった。こうやってね、ナメクジがいる畑でですね、いらない野菜を使ってこうやってね、野菜の被害、作物の被害をね、減らすという動画がね、ちょっと撮れてよかったなと思います。まあ、もしかしたらたまたまかもしれないんですが、間接的に何かしらね、影響はあったんじゃないかなと思います。こんなんもちっちゃい人参ですがね、効果はあったんじゃないかなと思います。いやー、よかったよかった。前回動画をね、見てくれて、チャンネル登録してくれてる方もね、いらっしゃいますので、その方にね、早く報告をして、報告をですね、したいなと思ってましたので、ちょっとね、動画を撮らさせてもらいました。ちょっと子供のね、保育園の迎えがあって、すぐ近くの畑なので、ちょっと短い間ですかね、寄らせてもらいましたので、刺さった動画を撮らせてもらいました。はい、ということで、ちょっとね、サムネも撮って、いいとこにいらっしゃいましたので、サムネをね、撮らせていただきたいと思います。ちょっとお食事中ですが、あ、ちょっと座りが悪い、座りが悪いですね、すいません。はいはい、じゃあちょっとじっとしてください。こちらですね。はい、じゃあ失礼いたします。はい、あ、いいですね、あ、いいですね。はい。いい映画撮れました。はい、じゃあこちらでちょっとお食事を楽しんでもらって、今日の動画を終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。